ルートビヒデトマンは、ドイツの画家である。ドイツ北部、シュレスビヒホルシュタイン州のフレンスブルクの近くの、アデルビーで役人の息子に生まれ、幼い頃ハンブルクに移った。ベルリン芸術アカデミーで、オイゲンブラヒトやフランツスカルビナに学んだ。はじめ、イラストレーターとして働いた。ドイツにおける、印象派の代表的画家、マックス・リーバーマンの影響を受けて、風景画家として活動した。 1891年からベルリン女性芸術家協会で教え、1898年にはリーバーマンが中心となったベルリン分離派の創設メンバーとなった。1900年からはケーニヒスベルクの美術学校の校長に任じられた。1909年のベルリンの国際展覧会で賞を受賞し、ケーニヒスベルクの学校や、 役所の壁画なども制作した。第一次世界大戦が始まると、公式戦争画家に任じられた。ベルリンで開かれた陸海軍の展覧会などに、エイリ・ヒルーデンドルフやパウル・フォン・ヒンデンブルクら、将軍の肖像画や戦場を描いた作品を出展した。戦争が終わった後、美術学校の校長を辞め、ベルリンに住んだ。1923年に、国粋的な作家、 バルター・ブレームが戦争について検証した書籍、大化ドイツの悲劇の挿絵を描いた。ヒトラーが権力を掌握した後、ゲトマンは国家社会主義ドイツ労働者等の党員となり、ドイツ帝国芸術家協会の理事となった。ヒトラーが創設したゲーテ芸術科学メダルを1935年に受賞した。1944年に、 ベルリンで79歳で亡くなった。ありがとうございます。